画面の前の皆様こんにちは。サイコパスのじいちゃんのアウトラスト実況、やってまいりました。崖から、落ちて埋められた後、またドーイデン起き上がったところにね、もうこういう四つん這いの男がうろうろうろしてるんすよ。でそれだけじゃないんですよ。お、これ永遠と追っかけてくるんですね。私のストーカーかな、私のストーカーちゃんかな、これ。でね、これね、うわー、来てる、もう来てる、びっくりした、びっくりこいだ。あ、これなんかね、どこ行ってもダメで、足早いなやつ。これぐるぐる回ってって気づいたんだけど、こっから来たんだよね。ぐるぐる回ってて気づいたんだけど、この辺にね、手紙があったんですよ。で、手紙を読むと、なんでかね、行き道がね、あった、あそこ。こっち来い、リリ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 、よーしゃ、よーしゃ、しゃ、いただきだ。これ読んだでしょ今ので読めたらすげえけどな今ので読めるわけないよね、確かにね。ごめんなさい、私は無茶を言ってしまったようだ。ほらなんかさっきにはなかったところに行けるようになるんですよね。うわ、なかった。もう今足元にいたストーカーが、結構くぐっていくわけでしょ、おそらく。で、うわ、後ろ来てる、意外と来てた。え、ダメなんこれ。追い込まれてる。こうやってね、私の、うわ、ゲロ吐いて、いや、効かんよ、そんなゲロで効かんよ、痛くない。あそこの中入れないんだよ。入れそうで入れないんですよ、あそこ。で、ここをぐーっと抜けるでしょ。で、ここ第2段階まで、こう、一番下までやんないといけないね。わかりました、いけました。いやー、ここどうなるかと思いました、一時期は。そう、2段階あったんだよね、これね。手紙があるぞ。どれ？だいぶ長い。なんかまだつけられてる気がするんだけど。気のせいか。やばいな。なんか、ここ住んでるでしょ、絶対。住んでるところでしょ、これ。怖いなぁなんて思ってるとね、バーッと出てくるから皆さん気をつけてください。私はね、私は別にビビってはないから、あの程度の叫び声、日常茶飯事でございます。まあ、首吊りってもう流行ってるからね、今ここのアウトラスト通社もう流行りですから、もうこんなん見たって別に大して私はびっくりしないよ。え、ここ行けないぜ。どうやら一回戻って別のルートを探さなきゃいけないみたいだな。鉱山への迂回を探すってなってるからね、一回さっきの村のところに降りてみようか。で、こっからでも行くところってないんだよね。ねえ、見当たりませんよね。じゃあ、奥からやっぱり行かないといけないわけですね。そう、ビデオを見直すと、こう、いろいろと見解が見れるということで、ちょっと見てみましょうか、一本ほど。例えばですね、この女の人のシーンはおっぱいだからやめとこう。こことか。再生しています。干すために吊るされた肉、フックがアキレス腱を貫いていた。うわ、
大体アキレス腱が切れるっていうこの悪夢って私よく見るんだけど、あのもう映画ザ・ソーとかでもねやばいやん、アキレス腱、あの鎖で繋いだり肌が痒くて仕方ない、口の中に何匹か入ったってマジでやだねそれ。いやこの辺全部手が、あ監禁ルーム見てみますね。おそらくここで愛の交換が行われた。愛の交換、あ事後の、あと、事後の彼女、まあまあやられてやられてもうやられまくった監禁少女の後だったっていうことですね。恐ろしいですね。彼は言った、彼女が自分でやったと、お前を守っていたのだと。こうやって一つ一つ読むと、何かこう経緯が見れるみたいですね。あこれなチンコもろ出しのパイロットもちょっと再生する気がしないけど、懐かしいね、イーサンさん。彼女が彼を殴り殺したと。Something about finding Lynn. Something about a chapel. いやー恐ろしかったよねこの時も。こういう風にね。いろいろと見ることができるということなんですよ、うん、さあどんどん先に進んでいきましょう。こっち側から行けるみたいだね。どうやら左側から行けるみたい。出っ張りから覗くにはこういう風な感じね。出っ張りから、え、そういったことが必要になることがあるってことなのかな。サボテンで死ぬことあるのかな。ちなみにいやこのゲームね、ゲーム実況見てても酔うっていう人いるんですよ。で、私自身も酔うんで、まあ、その辺、本当に自分自身が酔わないようにプレイしていきたいなと思うんで、一応、丁寧なカメラアングルを心がけてるんですけど、え、あそこに、飛べってこと？心がけてるんですけども、無理な時もあります。その辺は申し訳ありません。走り幅の選手、柏木ベルクラ、私、アウトラストにおいて何回飛んできたんでしょうか。今、まさにここでも見せつけようとしています。この勇姿をな、そんな夢を見たんだ。いやー、ここ最後のね、大会でね、あそこでいい姿を見せたら、あの好きな女の子と付き合えたのかもしれませんけども、あんな感じでもう人生の転落を私は経験することになったと。だからモテないんだっていう夢を見ました。そんな夢を見たんだだからモテないんだってよ。おい申し訳ないが滑車装置のロープを外して待っていた、持っていた、天国へ登るために必要なんだ。ははは、あの傲慢なエゼキエルが代わりのロープをよこさなかった。ロープを切って持ち帰ってくれて構わない、その頃には使い終えているはずだからということでね。どうやらロープを外して持って行ったみたいなんですよ、天国に行くためにね。うーん、じゃあ結局必要になってくるわけでしょ。ここかな、は人が必要なものが私に必要じゃなかったり。え、確かにこれロープ必要だぞ。私に必要なものが相手に必要じゃなかったりとかね。あ、上から行けってか。はーい、ロープ探してきます。私元気にロープ探してきますね。このゲーム元気にやっていかないと身が持たん、心が持たない。何何何、なんか言い合ってるね。まずまずまず、いる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 、安心できるわ、安心できる。何触れてんだあんたは。種をまいてプル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 、あれしたいわけでしょ、種をまきたいわけでしょ時間差すぎるやろあなたどんだけ時間差で私を殴ったのよ。
わーお、わーお、ここ元気な方たちがいっぱいいらっしゃるようで、地面にも転がってるし、わーお、そこにもいるの。お前の帽子抜き取るぞこの野郎。どげ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 。よし、いや安心できるとこ入っちゃった私。また大丈夫、これも大丈夫ですけど、皆さんもう安心してください。今もみんなドキドキしたと思う。でもね、大丈夫、ここのね木の幹に入れば全てが天国へ誘われる。天国に誘われちゃダメだ。ドロップしたみたいな。いるやん、目の前いるやん、あの人。さてローブがどこにあるかですよね。まあ家の中だろうな、そら。うわ後ろいた。の嘘やろおい。まったくよ、ちょっと顔出したらあれよ。うわみんなに、うわナイフ刺されたさてステルスゲーが始まります。またどん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 してたな今。見つかってもうた。しかし大丈夫、任せてくれ。おっ、うん、ありがとうありがとうありがとう。すごく気持ちいい、背中が。よし、鍵を開ける。よし、隠れる、下に。これどうよ、最強、最強、ベッドの下最強、子供の大好き、ベッドの下最強。お前ちょっと足細すぎなんじゃないか。いないいない、誰もいない誰もいない。いやいないっつったやろ。私は透明人間。うわうんこしてた、こいつ。うんこしてる、こん中でうんこしてた。嘘やろ、私のラインがめちゃめちゃ鳴ってるやないか。ここでもおねむ、おねむ、ここでもおねむしてる。ここでは立ってるし、私のラインは鳴るし、ここもおねむ。いてー、いやごめん、ほんとごめん。いやほんとになんかここにアイテムあるかなーなんて思ってね、アイテムあるかなーなんて思ってきたんだけどもね、全然アイテムなかった。私のラインを荒ぶるんじゃない。ここで、怪我を治療します。でこの首吊りロープを使えばいいんじゃないかと私は思うんですよ。あれ絶対あれでしょ、ほら絶対あのロープでしょ。いや、あのロープほら光ってるもんだって。あの上にどうにかしていくってことですよね、この上に。ただあの木の先に繋がってるのか。じゃあ登るか、これ登っていくか。登る箇所があるのか、ちょっと探してみましょう。どうやら家の中じゃないようだ。よし、向こう行った、巡回向こう行ったぞ。よし登っていきます。合ってる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 、ここで合ってるぞ。気づかれるから気をつけんとな。いただきます。で落としました。多分下が騒がしいことになるやろこれ。よし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 、来た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 。でこれで帰ると。よし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 、貴様らの動きは読んでいる全てな。そういうことだ。おらよ、
ヒャッホーイイエーイ楽しいイエーイ楽しいぜイエーイなんてな。お、勝手にやってくれる。お、いいね。後ろやばいや。来てるや来てるや。はよはよはよ。はよ降りて。あいつ来るからあいつ来るから。やばい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 。ああ、引っ張られてる引っ張られてる。落ちてきてる落ちてきてる。無茶するなお前ら。一生インポッシブルじゃあるまいし。うわ。何ここ何ここ。床下みたいなところに来てしまいましたけども。実績録を解除したぞ。え、ちょ、暗すぎる。What？ 後ろは？後ろ、え、ここ。調べられるのね。あ、いた。おお、軽い。なんだ。Maybe I could。現代的な場所になったぞ急に。なんだこれ、なんだこれ。え、このドアは入れないもんね。雪国や。あれ？雪なんて降ってた。なんだこれ。もう一寸先は闇ですよ。しかもこれ。なんだこれは、太鼓か？どんどこどんどこ、私やるぞ。どんどこ、こう自分を鼓舞するかのようにどんどこやるぞ。これなんだ。すでに足跡がある。誰かも潜入しているみたいだ。雪山で思い出したけども、大人気ゲーム PUBG が新マップ雪山とジャングルを作っているらしいぞ。楽しみでしょうがない。おっし、入れた。え、ここの、ほう、あ、ちょっと待って、血の跡がある。やべえな、この後追っちゃいかん気もするが、追ってみましょうか。やっぱり人間、目の前に押しちゃいかんというボタンがあったら押してしまうね、わかるでしょ。ああ、ここか。はい。からの、まだ足跡続いてますね。で、誰、あ、風か。風ですよね。え、ちょっと待って待って待って、これ違うぞ。ブブブってなるってことは、これ現実じゃないぞ。これ学校だ。また学校か、これこれ来ちゃったな。あの変なやつ、バーコードのディープキスマがいるんですよ。あんな変態男が学校にいたらやばいっす。即警察に通報ですよ。もう女性等を優先的に逃がさないと、もうえらいことになりますよ。え？え？わあ、血が、血が。うわ、ほら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 、何ですかこれ。手がめっちゃある。手が千手観音。画面で倒れて、PC のかな。画面のアイコンから携帯機器でご覧いただく、下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いします。千手観音のやつ投げるわけなかろう、私が。千手観音やろうめ。千手観音やろうめ。ちくしょうめ。私もあのぐらい手が欲しいところだ。